皆さんこんにちは、キスケです。ということで、本日は水曜日、アップデートがなされたということでお知らせの方を見ていこうかなと思います。さあ見ていきましょう。一番上、アニバーサリーワールドチャレンジレイドということで、まあ毎度のごとくっていう感じですよね。嬉しいよね、レイド開催っていうのは。正直な感想、めちゃくちゃ報酬がうまいからね、いらないわけないっていう、そんな感じです。はい。で、今回のレイドボスはアルティメットご飯吸収ブーという形になります。青色なんやね、そのメダルの縁がね。なんか黄色になるかなと思ったんやけど、そんなことはなかったね。なんでなんやろ、なんで青なんこれ。ちょっと納得いかんな。身勝手の時赤色で、龍拳の時緑で、ベジットの時黄色じゃないのっていう、まあちょっとした不満を出しつつ、見ていくんですけど、イベント攻略アドバイスということで、今回もボーナスアビリティで、たくさんのドロップアイテムがもらえます。はい。スーパーベジット5凸で40枚で、そこから10枚ずつ増えて5枚5枚と、貫凸だと70枚ですね。まあでもこれに関しては、いい感じのハイパイなのかなと思ってて、40枚と70枚合計30枚違う形になってくるんやけど、まあ、それは母体だけ引いた人と貫凸まで折った人、まあ、そこはちょっとしたね、違いが生まれていいんじゃないかなって思います。で、4周年で追加されたキャラクターたちにも、獲得数アップがついてますと。龍拳と身勝手で赤二凸から20枚、でタピオンベジータで、赤二凸から7枚で、その下はあれかな、魔人ブー編とか、その辺が絡んでくるっていう感じか。赤二凸から、プラス5枚と。でガンマ1号ガンマ2号、赤二凸から、プラス10枚と。で無料キャラクターですね、これはねめちゃくちゃありがたいと思います。まあ無料キャラクターに関してはスタミナがあれば貫凸にするのは結構たやすいので、回すだけなんでね、貫凸からプラス5枚っていうのはなかなかいいんじゃないかなって思います。でその下、プラス3枚で、防寒着ベジータと、ブロリーが7凸からプラス1枚という形になります。まあこれもね前回同様、イベントキャラクターのパーティーでもレイダーメダル大量ゲットのチャンスが、期間中毎日6回プレイするだけで、ミッション報酬やバトル報酬で合計3000枚以上のアニバーサリーレイドメダルがもらえると。6回プレイしないといけんのや。あれ前回3回とかでいけへんかったっけ。期間が短いのかな今回に関しては。いつまでこれ7日間しかないのか。あー短いね、ちょっと。なるほどなるほど。あれ短いのかな、あんま適当なこと言うとあれかなと思うんやけど、なんか短い気するわ。1週間だけやもんね。まあそう考えると6回プレイすれば、3000枚は集まるよと。無料キャラクターでも大丈夫っていうことやね。はい。で、俺を切るんだっていう、まあホイポイの、ガシャの中から出てくるフラグメントですね。はい。ドロップ数をアップすると、まあ集めれば集めるだけいいんでね、レイドメダルに関しては。で豪華ラインナップということで、レジェンズリミテッドのマルチ Z パワーがもらえると。これマジでありがたい。でその影に隠れて俺ね、消しゴムめちゃくちゃありがたいなと思ってて、今回は9999あんのかな、ちょっとまだ見てないんやけど、見てみるか一回。ちょっと気になるね。はい。ある見てください、残り999。これがね個人的にはすごくありがたい。でこの動画撮影する前に、時の結晶何個もらえるのかっていうのを、まあ、数えたところ1300個、自分自身で関東ポイント集めてもらえる数が500で、レイドメダルで交換できる石の数が800、合わせて1300もらえるという形になります。で、冒険のイベントですね、まさか、
冒険に出発して時の決勝1000個もらえるとは思えなかったんですけど、時の決勝1000個もらえます。これはやばくない？これは嬉しいね。つまり、まあ、レイドと合わせると、イベントこなすだけで無料で時の結晶が2300もらえるという形になります。これやべえよ、これやばいね。しかも開催期間見てくださいよ、7日まででしょ。すぐ2300集まるよこれ、すごいぜこれ。そして、これかレジェンズリミテッド、人造人間17号&18号が再登場ということになります。はい、なるほどね。ここで復刻か。一応ね、今回から今シーズンから、ピックアップの、特攻は消えるんすよね、17号18号。まあ、なのでこれ、このガシャ引くんやったら僕はウルトラスーパーベジットのガシャ引いた方が、まあ、得なんじゃないかなとは思います。まあ、人それぞれやけどね、もちろん。そしてありがとう4周年まだまだ続くぞという形になりますね。はい、この辺の情報はあんまりかな。で、はい、アルティメット孫悟飯が全開覚醒対象2ということで、これチラッと見たけどかなり強かったよ。うん、かなり強かった。でゲットできるところが、まあ、こんな感じやね。はい、そんな感じです。まあ能力は後でちょっと見ようかな。はい、で超連戦バトル、超連戦バトルで獲得できる時の結晶が700。さっきのと合わせてみてください。皆さん2300もらえるって言ってましたよね、プラス700、今回のイベントで合計3000個の時の結晶が無料でもらえます。激アツプッチン丸やな、やばくない？3000個は。アンケートはもう僕やったんでね。はい、でメンテナンスのお知らせはこれ昨日やね、アニバーサリーホイポイメダル、うん、これも前からあったよね。はい、で時の結晶じゃない、力の大会が新しくなって、レーティングのティアリストが更新されると、まあ17号&18号が、消えたっちゅうことになります。これはすごく歓喜、めちゃくちゃ嬉しい人多いんじゃないですか。でスーパーゴジータが全開覚醒の、ガシャが復刻と、で変身ゴジータも復刻で、超時空ラッシュ、これも嬉しいね。うん、これもかなり消しゴムに貢献できるんだよな、これは嬉しい。でレジェンズウィークエンド、これも新しくなってんのか、そんなことはないか。はい、ってな感じになります。こんなところかな、新しいイベントは。じゃあちょっと孫悟飯の、あれを見てみようかな、能力を。チラッと見た感じだと結構強かったぞマジで。はい、貫突ですね僕は、限界突破ステータスこんな感じになります。打撃タイプで、ステータスはこんな感じ。打撃の火力やばくない？29万よ29万、これえぐいな、29万はえぐいな。まあその分ちょっと体力少ないね。うん、25万、まあ25万、覚醒キャラクターやから普通のキャラクターと比べるとそれでも高いんやけど、まあ覚醒キャラの中では結構低い方じゃないかな。で射撃と打撃の火力の差がすごいね、3万も違う。で打撃と射撃を持ってくると、この辺はいいとして、必殺アーツ、大ダメージを与えて被ダメージ 20% アップの能力低下で、特殊アーツがかなり強くて6コストで使えるんですけど、使用した回数に応じて以下の効果が発動すると、1回目打撃用ダメージ 40% アップ、消去負荷、これ強い、消去負荷はマジで強い。で気力回復速度 30% アップ、これ確かね覚醒前だと打撃用ダメージ 40% アップだけだったんですよね。まあ消去負荷ついてないんで、まあ普通にバフ消しで消されてしまうっていう感じやったんやけど、まあこれは不可能になったんでかなり強いと思う。で2回目、射撃用ダメージ 40% アップ、これも消去負荷で、必殺用ダメージ 30% アップ、消去負荷、これ強いよね。で3回以上、気力を50回復、能力低下を解除、余ダメージを 20% アップ、15カウント、はい、
爆裂ラッシュ、究極アーツですね、特大ダメージを与えて究極用ダメージ 30% アップ、ヒダメージカットの効果を 30% マイナス、ヒット時気力を50減少という形になります。強い、特殊アーツがかなり強いと思う。でメインアビリティ、究極アーツをドロー、体力 20% 回復、気力を50回復、カバー救出の使用回数を1アップ、救出2回使えるんですよねこいつ、メインアビリティ使えば。それが強えよな。で前回アビリティがグリーンかつ混血サイヤ人、はい、さあユニークアビリティ、こっちだ薄のろということで、敵の攻撃をバニシングステップで回避した際、特殊アーツをドロー、発動回数2回、気力を30回復、余ダメージ 20% アップ、ドロー速1段階アップ、いいね。でカバー、初回のカバチェンジのみ、相手からダメージを受けずに交代すると、効果発動時打撃をダメージ 20% アップ。でこっから追加された能力やね、これ強いと思うんだよな。敵がライジングラッシュを発動時、ドラゴンボールを1つ増やして待機カウントを5カウント短縮、これかなり強くないって個人的に思うんやけど、どうよそのウルトラゴジータのさ、そのライジング打ってきたら味方の待機カウント5カウント短縮っていう能力が強いよねっていうのを考えると、結構ライジング打ちづらくなっちゃうんじゃないか、これアルティメットご飯採用してると救出でどっか行かれちゃうもんね。だからまあアルハンと戦うときは特殊カバチェン向こうのキャラクターでライジング打ったりとか、まあ、そういうのを考えて行わないとちょっと厳しいっていうことになりますね。で、もう一つ追加されたユニークアビリティで、場に出たとき特殊アーツをドロー、発動回数1回、気力を20回復、余ダメージを 70% アップ、被ダメージ 30% カットということで、めっちゃ火力出るようになるんじゃないこれ。想像以上にご飯やっぱ優遇されてんな、超強いよこれ。で余ダメ 70% でしょ、場に出るだけで。でこのステータスでしょ、で特殊アーツも場に出ると引っ張ってくるでしょ。ってことは特殊アーツ1回使って打撃余ダメージ 40% アップでしかも相手の攻撃を回避すると特殊アーツをドローするんでしょ。これでもう1枚使って打撃の射撃の余ダメージを 40% 上げて、まあ、70% プラス 40% の火力で殴っていけると、プラス救出がついてるということで、かなり強くないか。なんか最近の全開覚醒キャラクターと比べるとマジで次元が違うレベルで強いと思います。これは喜ばしいことなんじゃないかなって思いますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、今回のアップデートによって、無料で獲得できる時の結晶、まあ、全部のイベントをこなせばの話なんですけど、無料で3000個時の結晶もらえます。これは破格だと思います。まあ、だから4周年だからこそこの数もらえてんのかなっていう気はしてるんで、いろんなイベントが重なってね、まあこれを取り逃さないようにした方がいいんじゃないかなって思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。